はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回も舞い上がれの次週予告ですね。第6週11月8日火曜日の第27話。第27話では、記録飛行目前に、前にとあるサプライズが待ち受けている、そのような展開となっておりますので、その辺を交えながら予告の方を紹介していきたいと思います。ネタバレを含みますので、その点だけご注意ください。それではよろしくお願いします。はい、それではまず本日放送のありました第22話のトピックスですが、カリアのプライドが自身を設計担当に引き戻すことになったこの場面ですね。スワン号の設計を玉本がすることを聞きつけ、それに激怒したカリアが部室に駆けつけます。玉本はいつまたカリアが辞めることになっても良いようにと、密かに設計の勉強をしていたとカリアに反論します。しかし次の玉本の一言がカリアを落とすことになりました。実際飛んで確実に記録狙うんやったらお前の設計やないとあかん。これにカリアは落とされましたね。はい。ということでサークルはまた一致団結し良い雰囲気になりますが、カリアに出された宿題が結構大変な舞が描かれていましたね。マイナス5キロの減量ですからかなりきついですね。はい、それでは予告の方ですね。第27話は記録飛行目前の舞となっております。スワン号の記録飛行まであと3日。舞は目標の体重をクリアできたようですね。由良の怪我も完治し、喜ぶ舞の姿が描かれていくようです。そんな由良は舞に記録飛行前日は炭水化物を解禁していいと告げ、さらに喜ぶ舞が描かれていくようです。そして課題だった体力も目標値に届くようですね。はい、そして第27話の見どころですが、役作りで演者の福原遥さんの頑張りが見て取れるほど舞の外見がスリムになっているのかどうかといったところではないでしょうか。マイナス5キロなんでどうなんでしょうかね。はい、記録飛行前日、舞が部室へ行くとそこには全部員がすでに集まっている様子です。舞の炭水化物の解禁に合わせ、部員たちは学園祭の出店で鍛えたたこ焼き作りで舞をねぎらうようですね。たこ焼きとはやはり粉もんの大阪らしいねぎらい方ですね。はい、第27話、スワン号の記録飛行まであと3日に迫り、舞は目標の体重や身体能力をクリアし、そこには怪我が完治して退院した由良先輩の姿もあります。由良は記録飛行前日は炭水化物を解禁しても良いと舞に告げるようですね。そして飛行前日、舞が部室に向かうと部員全員が集まり、舞にたこ焼きを振る舞い舞をねぎらう嬉しいサプライズとなるようですね。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。